京都大学の中野春樹選手にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。まずは本日の試合の感想をお聞かせください。今日は、特にディフェンスが頑張ってくれて、オフェンスなかなか進まない場面もあったんですけど、チーム一丸となってやってきたことをまた出そうとできたかなと思います。本日の江南大学との一戦はリーグ最終節でした。チームとしてはどのような気持ちで臨まれましたか。前節の神戸大学さんとの試合後、少し緩みそうな雰囲気があったので、締め直して、やってきたことをやりきろうと、チーム一丸となって取り組んできました。本日の試合をもって京都大学はシーズン終了となります。はい、改めて2020年シーズンを振り返って今どのように感じていますか。そうですね、今年は低くしつこく激しくっていうフットボールを体現しようと、去年入れ替え戦に出場したのもありますし、基礎から冬、しんどい練習結構多かったと思うんですけど、後輩たちにもついてきてもらって、少しは形になったのかなと思います。最後にシーズンを通して応援してくださったファンの方々、そして来年のチームを引っ張る各界戦に向けてメッセージをお願いします。そうですね、1年間通して、ファンの方には、応援、声が力になりましたし、とても感謝しています。来年以降もヤングスターズを応援していただけるチームに なればなと思います。で、下級生は今年も結構スターターで出てる選手が多いので、自分たちがやりきれなかった、負けて気づいたこととかも、来年1年として伝えていければなと思います。京都大学の中野選手でした。どうもありがとうございました。